今回はモリモリイラストの始め方。過去にね、たくさんモリモリの絵を描いてきて、どうやってやるのっていうね、コメントがたくさん来てたので、今回はね、この動画一本に全てを詰め込んで紹介していきたいと思います。まず必要なものは、お好きな色のアクリル絵の具、はい、盛り上げ剤、メディウムパレット、ペインティングナイフ。これがあればね、基本的にいつも私がやってるね、モリモリのイラストっていうのは完成します。でまずね、パレットなんですけども、アルミのパレットとか、あのプラスチックのパレットとかたくさんあると思うんですけど、基本的にね、モリモリ系はあのもうたくさんね、絵の具を使ってパレットもね、がっつり汚れるので、割とね、後片付けがめんどくさかったりする場合も多いんですよね。なのでおすすめはね、こういう紙パレットですね。ペーパーパレットって言われるもので、こうやってね、絵の具を使って、あとはね、こういう感じでペロってね、剥がせるので、このタイプがね、一番片付けも楽です。サイズも様々で、これがね、一番私が持ってる中で小さい紙パレットで、こんな感じで長細いのもあるし、もっとでかいパレットもあるので、ぜひね、使う量によって分けてみてください。で、メディウム盛り上げ剤って言われるやつですね、まあ、つまり絵の具とこれを混ぜることで、こう絵の具がね、固形みたいにドンって出来上がるものです。なので、まあ言ってしまえば、これがないとモリモリ系はできないです。絵の具単体だったら、思いっきり出してもひび割れちゃったりとかね、乾燥して水分が抜けてしまったりするので、必ずこの子が必要です。で、このメディウムもね、メーカーさんとか種類とかもめっちゃあるので、私がね、いつも使ってるのはこれ、ジェルメディウムのヘビーボディっていうやつ、ホルビンさんのやつですね、が最近は一番よく使ってるかなっていう感じです。なので、まあこれよりもね、盛り上がるよみたいな、おすすめモリモリ剤みたいなのがあればね、ぜひ逆に教えてください。で、ナイフは何でもいいんですけど、これもね、私が使ってるのはホルベインさんのペインティングナイフです。高いナイフってね、私結構ここが柔らかいのがすごい好きで、めっちゃね、塗りやすいので、まあ2000円ぐらいかなのがおすすめかなって思います。ちなみにね、ここで今回使ったものは概要欄の方に載っけておくので、ちょっと商品欄見てみたいっていう人はぜひね、参考にしてみてください。ナイフもね、めっちゃ種類あって、ペインティングナイフってね、油絵とかでよく見るわっていう人も多いと思うんですけど、例えばこんなでかいやつとか、ちょっと細めのやつとか、さらにね、細い子とか、めちゃめちゃね、ちっちゃくて可愛い子とか、まあ、このナイフのサイズによってこうね、ベタッと塗った時の形も変わるので、まあ、このあたりはね、完全に好みです。で、私もね、昔こうナイフをね、買うお金すらない時は、あのバターナイフ100均で買ってね、やってました。何でもいいって言っちゃったらあれなんですけど、まあ、おすすめはやっぱりね、このあたりかな。まあ、概要欄貼っておくんですけど、この子がね、結構一番ノーマルというか、私はよく使いますね。でかい絵になったらこのでかい子をよく使います。じゃあね、実際に塗っていきます。絵の具とメディウムの比率ってよく聞かれるんですけど、基本的にはこれぐらいね、ちょっとのアクリル絵の具に対して、私はね、約3倍ぐらいかな、結構メディウムの量を多めに入れますね。まあ、1対1、 50%50% ぐらいでもいいとは思うんですけど、これぐらいね、でもひび割れちゃったりするのが怖いので、結構ね、これぐらい盛ります。これね、白い絵の具って思うかもしれないんですけど、乾くとね、この子透明になるんですよ。なので、この絵の具のね、盛り上げ剤だけじゃなくて、何かのね、接着とか、こう、糊代わりみたいな感じでも使えるんですよね。完全に混ぜてあげる方がおすすめです。なんか一部がね、半透明になってたりとか、結構ムラが出てきちゃうので、混ぜるときは、これね、完全に色がね、一定になるぐらいまで、白い部分がなくなるぐらいまで混ぜてあげると。今ね、ちょっとちっちゃいキャンバスなくて、もうすでにね、モリモリしてるやつなんですけど、これは。なんですけど、まあ、この上からやっていきます。で、塗るときは、ごっそり取って、もうこっからはもう完全に好み。こっそり取って塗るっていう感じで、ここのね、塗り方とかもさっき言ったようにね、ナイフによって形は変わってくるので、まあ、自分がね、使いやすいナイフとか手に馴染むナイフを使ってあげるのがいいかと思います。で、ナイフはね、私はいつもね、一回こんな感じで水で濡らしてからティッシュで拭き取っております。まあ、ついてるのは絵の具なんでね、普通にティッシュとかで拭き取るだけで綺麗になりますっていう感じで、それのね、繰り返しでやっていってるっていう感じですね。なので、まあ、盛るときはね、本当にね、好みで、この色にしようかなとか、あとこう、こうした時の影、やっぱ持ってる分影が生まれるんで、この辺はこの影でいいかなみたいなのをこうやってね、回しながら見定めて描いていってあげてください。で、今までね、こんな感じでいろんなモリモリを上げてきたんですけども、それぞれの作品のメイキングっていうのは過去にね、動画全部上げてるので、気になるっていう人は見てみてください。はい、じゃあね、今回はめちゃめちゃ質問にも来てたモリモリの方法っていうことで、まあ、あくまで私なりの方法なんですけども、よかったら参考にしてみてください。これからも画力を上げていくために一緒に頑張っていきましょう。モリモリもいっぱいしよう。じゃあ。